ウォルターの桶の穴。はい、どうもこんにちは、ウォルターこと橋本健です。今日はですね、この、チャンネル、人狼だけじゃなくてですね、いろんなことを発信していきたいなと思ってこの企画を始めました。今日お話しするのは、いい宣材写真を撮るには、いい写真を撮るにはってことですね。これを思いついたきっかけというのはですね、やっぱり役者を撮ってるうちに気づいたことがあって、もうポージングが下手すぎる、上手い人がほぼいないんですね。役者をビジュアル撮影とかすると、その役があるからなりきって撮れるんですけど、宣材写真を撮るときにですね、どうポーズ撮っていいか分かりません、どうしたらいいんですかって聞かれることがすごく多くてですね、それについて今日はですね、話していきたいと思います。まず、いい宣材写真を撮るにはということですね。まずはですね、下調べをしましょう。宣材写真が、どういった写真にしたいかというイメージが絶対に皆さんの中にあると思うんですね。そのイメージをですね、形にして写真として、写真家さんとか、あとはですね、カメラマンとか、あとヘアメイクさんに共有する、コンセンサスをそこで撮っておくことによって、いい写真は絶対に出来上がります。クリエイター陣と本人が、絶対にですね、共有できてないと、情報を共有できてないと、いい写真にはなりません。なので、まずは自分のですね、好きな写真、宣材写真って、Google で調べてみてください。そしたら めちゃくちゃいっぱい出てきますんで、それでお気に入りの写真とか保存しておいて、こういった光がいいな、こういった表情がいいな、角度がいいなっていうのを調べてみてください。もしくは、自分の好きな役者さんとかですね、モデルさんいると思うんですね。そういった方の宣材写真をまず見つけてみる、事務所のホームページに飛んでみるですね。で、その飛んで、そのデータを、残しておく。で、実際カメラマンさんとかに送って、こういった写真にしたいんですと事前にですね、打ち合わせをすることがすごく大事です。だいたい宣材写真を撮るとですね、1万円か2万円の間ぐらいが相場だと思います。全然ピンキリなので、上も下もあると思うんですけど、そういったところが相場になってきます。で、普通にですね、安いお金ではないので、そういったところはこだわるべきだと思います。事前の準備ですね。で、お金がですね、高ければ高いほどいいというわけでもないと思いますので、自分の好きなですね、写真家さん、フォトグラファーといったところですね、調べてその人にオファーするのが一番いいかなと思います。で、よくあるのは、現場でですね、雰囲気、イメージだけ伝えられること。例えば、柔らかい写真にしたいんです、かっこよく撮りたいです、ちょっと影があるような写真、にしたいんですといったことですね。これ結構イメージがざっくりとしていて、撮る側からすると、どこに寄せればいいかが正直わからないことが多いんですね。どういった陰影をつければいいのかな、かっこいいって言ってもどういったこと、ふんわりもいろいろあるけど、自然光で撮る、それともストロボで撮るといったことも全然違うので、そういったことをですね、事前に、百聞は一見にしかずと言いますけれども、そういった写真で共有していることがとても大事だと思います。で、それがあればですね、こういった写真にしたいんですよ、メイクもこうしたいんですって言ってくれれば、写真家も事前に、ストロボ等々でですね、光を組んでおくこともできるし、ヘアメイクさんもそういったのですね、参考に、どういった写真すればいいかなとかもできると思いますので、そういったのが大事になってくると思います。ただですね、ちょっと注意点がありまして、自分のですね、好きな役者さんとかモデルさんの写真を撮ってきた際に、結構顔半分陰で潰れていることとかよくあります。それはですね、その方が有名だから、その写真でその人をアピールする必要がないですね。例えば、その人の宣材写真っていうのの目的は、例えばパンフレットに載せたりとか、チラシに載せたりとか、そういったことに使うのみであって、その人の宣材写真を例えばオーディションに送ったりで、この人はどういう人かなって判断されることがほぼないからなので、顔に影が半分入っているとかの写真は注意が必要です。確かにめちゃくちゃかっこいいんですよ、そういう写真は。めちゃくちゃかっこいいんだけど、それはその人が有名だからという点があります。
その人アピールする必要がないということですね。なので、まあ、やっぱり無難に潜在写真を撮るときはちゃんと顔がはっきり見えること、全身でいうと、スタイルが見えることということがやっぱり日本においては大事だと思います。で、背景は白でもグレーでもいいとは思うんですけれども、やっぱり本人のですね、一番いいところが見えるポーズ、表情、そういったのを選ぶことが大事だと思います。で、これは撮った後の話になりますけど、撮った後はですね、基本的には自分で選ばない方がいいと言われています。やっぱりそれは主観がめちゃくちゃ入ってくる、とても入ってくるので、客観的な良さが、その人の客観的な良さが見えない、見えにくい写真になることが多い。例えば、その人にコンプレックスがある場合、本人にコンプレックスがある場合、例えばエラが張ってるとか、顔がちょっと歪んでるとか、眉毛こっち嫌なんだよね、こっちが二重なんだよねっていうコンプレックスがある場合ですね、それが隠れた写真とか、それが見えない写真を選びがちに絶対なりますよね。ただそこがチャームポイントだったり、撮る側からすればそこが欲しいのになっていうことも多々あります。コンプレックスというのは裏を返すとやっぱり特徴、チャームポイントになりがちなので、そこが魅力的だったりするんですけれども、例えば女性だとこの角度は腕が太く見えるなとかね、本人がすごい気にしていることが多々あるんですけど、やっぱそういうところも出すべき、特に役者はですね、まあ、モデルはそれを隠していってもいいと思うんですけど、特に役者はそういったチャームポイント、自分のコンプレックスすら武器にする必要が僕はあると思うので、そういったところを出していく写真の方がもはやいいんじゃないか、他の人と差別化して役をもらえるんじゃないかと僕は考えています。なので、客観的に選んでもらえる人に選んでもらうのが一番いいかなと思います。だから、事務所に所属している人はやっぱり事務所のマネージャーとか社長とかですね、そういった方に選んでもらうのがやっぱり一番だと思います。確かに本人的な気になる写真とても多いと思います。なんでこの顔なの、私こっちの方が可愛いのに、もしくは俺こっちの方がかっこいい写真なの。だけどかっこいいを求めてるわけではないということが大事ポイントです。撮る側からするとかっこいい人は5万と言います。かっこいいんじゃなくてその人の魅力、魅力的なところをオーディションでは見たい、まあ書類では見たいということですね。なので、なんだろうな、一般的にかっこいいと言われる角度とかよりも、もしかしたらその人が魅力的に見える角度があると思うんですね。それをマネージャーさんなり社長は分かっていると思います。むしろ分かっておくべきじゃないとマネージメントする意味がないと思うので、それをやっておくべきだとは思いますけど、分かっている人がいると、近くにいると思いますので、その人に選んでもらう方がいいと思います。なのでポイントは、有名人の写真、好きな人の写真を持ってくるのはいいけれども、顔が見えてないのはちょっとどうかなっていうところですね。あとは、客観的に選んでもらえる人に選んでもらうというところが大事だと思います。あとはですね、どういった、ものをターゲットにするか、どういったところのオーディションに受かりたいのかというところでも、撮る写真は変わってきます。やっぱり審査員にとってはその、プロフィール写真のイメージが全て、本人に合うわけじゃないのでイメージが全てですね。やっぱりそこに爽やかさなのか怖さなのかかっこよさなのか、何を含ませるかにもよって審査員の受け取り方がやっぱり違います。基本的に芸歴は見てるはずです。どんな仕事をしてるかなっていうのは見てるはずですが、それやっぱり二の次です。やっぱり第一印象写真ですね。写真から伝わってくるイメージで、基本的にキャスティングしている場合がほぼです。なのでその写真が大事になってきますけれども、それが何をターゲットとした写真なのか、例えば、ポカリセットのオーディションに受かりたいのか、それとも V シネマに、の撮影に入りたいのか、映画に受かりたいのか、これでも二極化してますよね。全然違う話ですよね。かっこいい写真、怖い写真を撮るのか、それとも爽やかな写真を撮るのか、それによって背景とか光のバランスとかも全然変わってくるので、どういった目的を持ってその写真を撮るのかというのもとても重要になってきます。なので、まあ一般的には万能な写真を撮っておくことがまず第一条件ではありますけれども、アナザーカットとしてこういった写真も撮れますよっていうのは結構180度違うものがいいと思います。例えば男性で言ったら、こっちは白の T シャツ、Gパンで撮ったなら、こっちはスーツ
で髪型も前髪を上げたりして撮ってみるとかね、こっちはヒゲありで撮ってこっちはヒゲなしで撮るとかね、男性で言ったらそうです。女性はもっと髪の毛のアレンジとかも聞くので、まあ、ショートヘアだったらこんな感じです、ロングだったらこんな感じですっていうのはあった方がいいかなと思います。あとは可愛い系だったらこう結構綺麗系で撮ったらこうとかもイメージがあるので、おすすめは、まあ、特にフリーランスの方は自分で資料を作んなきゃいけないと思いますので、トップにはそういった普通の写真、普通って言ったらあれなんですけど、まあ、一般的に一般受けする写真で、2枚目に写真を何枚か載せておいて、その中にいろんなパターン、いろんなイメージの写真を載せておくのがいいと思います。これ結構モデルさんやる、モデルさんがよくやる手法ですけれども、モデルさんはブックというのは自分で持ってますね。例えば過去に出た雑誌の切り抜きとか、あとは宣材写真とかプロフィール写真っていうのをコンポジって言うんですけど、そういうのをいっぱい入れておいて、私こういった側面もあるんです、こういったこともできるんです、こういったのも見せれるんですよっていうモデルさんいます。役者もそれぐらいやっても損はないかなと僕は思っているので、1枚2枚ではなくて何枚も載せておくのはいいのかなと思います。だから芸歴と同時に、そういった写真データですね、あとは、今時 YouTube とか あと SNS も発達してますので、プロフィールにですね、過去の動画とかの URL があれば載せておくのもいいと思います。それで、自分のアピールができるんだったらそれが一番いいと思いますので、アピール動画とか撮っておくのも手なんじゃないかなと思います。ポケットに手を入れて腕時計を見る、さらにそのままカメラを見る、遠くを見つめる、そのポーズだけでも何パターンも作れます。この動画は広告収入などは取っていなく、すべてスーパーチャットでのギャランティーとなっています。皆さんのご協力をお願いいたします。今から5分間時間を設けます。面白いと思ったらぜひぜひぜひよろしくお願いします。5分は長いからやっぱり2分にするね。まもなく締め切りのお時間です。皆さん忘れないですか？大丈夫ですか？面白いと思ったらぜひチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。そして皆さん拡散もぜひぜひお願いしますね。ではまた見てください。またねー。